今回俺の方から2点報告があって、まあ1個目が、まあ、結構その SNS の話題になってる、VS 木村実への件と、もう1つが、まあ、個人的な、まあ、チームとしてもそうですけど、まあ、結構個人的なお願いを、したいと思ってるんで、最後までご視聴いただければ嬉しいです。 K1 時代からなんかずっと俺らは楽しみにしてたというか、なんか階級全然違うかったんやけど、多分盛り上がる試合絶対木村やなみたいな直感があって俺、だから65キロのチャンピオンの時から70キロの木村にずっと喧嘩打ってたよ。70キロのチャンピオンの木村に、この試合戦ったら俺でやるみたいな。で俺その試合結果タイトルマッチで負けてしまったんやけど、でその話がもうなくなってしまって、結局俺 K1 辞めて、でライジンに行くことになって、そしたらまあ木村も同じタイミングで、まあ、K1 を辞めて、でそのタイミングでまたそのライジンでキックボクシングってそもそもそんなにまあ絶対数求められてないと、MMA 団体から。でもその中で俺は今立ち技格闘技の選手やから、立ち技格闘技の面白さっていうのも見せたいし、ブアカワオ選手と戦って、まあ、ドローになってしまって、で俺がまあ見せたかった結果は見せれんくて、でそうなった時に、でもまあ俺としてはまだ挽回したいと、そこでやっぱりベストの相手はもう木村実しかおらんのと、破壊力半端ないやん、でそれその破壊力と反対的にめっちゃ弱いメンタルを持ってると、わかる、そう俺のイメージは、だからぶっ倒すかぶっ倒されるかのやつだなあいつって、確かに。でそれちょっと俺も似てて、俺も大体ぶっ倒すかぶっ倒されるかみたいな試合を結構するんやけど、あ、これあれやなと思って、その K1 を辞めた2人で、ライジンで K1 を見せるなと思ったの。だからなんか K1 への愛がないとか、そういう感じで俺は見られがちやけど、実は普通にあんのよ、だって K1 って面白いもん、だそれをあもっと多く巻き込んで見せれるなって思ったから、俺は木村とやりたいっていう発言をずっとしてたわけ。なるほど、まあでもそのドーピング問題とかあれやんか、はい、まあやってるやってない、まあ、そこはまあ結果発表なんてないか知らんけど、まあ俺は確実にやってると思ってて、でもまあ結果木村がもしスルーでやってたとしても、ドーピングやってたとしても、俺はこの試合をやりたいという意思を持ってるわけ。俺がライジンで見せれる面白い試合やから、やっぱりエンターテインメントなわけやから、やっぱり盛り上げたいし、だからその試合はそれでもやりたいと思ってる。どうなるかは正直まだ分からんっていう。なるほど。インスタのメッセージやり取りしてなかった？9月やろうぜって俺メッセージ送って、そしたら9月やろうってぶっ通してやるみたいな、そうで、なんかこれちょっとめちゃめちゃ気になる発言なんやけど、ナチュラルで行くから安心しろ。いや、お前ナチュラルだな。いろんな意味があるから。いろんな意味があるから。あ、今回はみたいな。今回はみたいな感じ。なるほど。そう、おもろいなと思って。でも多分、正直なやつじゃないと思うで。多分あんま嘘好きじゃないんじゃない、もしかしたら。そうなの、そういう感じかな。二つ目の件が、今回、クラウドファンディングを立ち上げさせていただきます。まあ、俺たち3人で、まあ、関西から東京に出てきたんですけど、まあ、いろんなとこで今、点々と練習を、まあ、してる状態で、和歌山もまだ行ってる感じ見てると、練習環境とかがまだ正直東京では整ってないなって思ってます。なんかやっぱジムもいろんなところに点々としたじゃんか、でも移動がどうしてもめっちゃ高くなって、その練習時間よりも移動時間の方が長いみたいな、だからその辺ちょっと効率よく動けたらもっと強くなれると思うし、できることの幅も広がるしっていうので、今回ジムを立ち上げたいなと思って、やっぱりこの同じようなことを思ってる人たちが、まあ、今で言ったらそのブレイキングダウン選手とかからも結構来てて、俺はその指導がすごい上手いっていうふうに言われるから、なんか教えてほしいとか、その選手たちもその練習を固定してやってる場所がないみたいな、なんかそういう向上心のある選手たちが一つの場所に集まればやっぱり強い選手も生まれると思うし、だからそういう場を作りたいなっていう、仲間も増やしたいなっていうのが俺は結構今思ってる意見のうちの一つ、プロ選手ももちろん読んで、なんかそういう集まれる場にしたいなって、だから場所も東京の中心の麻布十番っていう場所で、もう駅から徒歩2分とかの場所でジムを立ち上げさせてもらうんですけど、まあブレイキングダウンの選手が、まあ、他のジムに行ったらやっぱりバカにされたり、すごいやりにくい環境っていうのがすごい僕も話聞きますし、まあ、そういうジムができたらすごいあのいい環境になるんじゃないかなと僕も思います。でもこうやってルキアが動くって言ってくれたの本当に嬉しかったし、はい、ありがとう。ありがとうございます。あ、ルキアさんね、これみんなから応援してもらって作るやつなんで。ほんまや、なんでドヤ顔してたの。ここにドヤ顔できるようになった。
ドヤ顔できる要素どこにもなかったわ。しくったしくった。うわ、俺今勘違いしてたわ、ね。お願いしてる側の立場で自分が偉いと思って危なぁ。いや、ほんとに謙虚な気持ち今一瞬忘れるぞ。いや、でもこう、ルキアがこうやって動いてくれたから、こういったこともできるし。うん、本当はちゃんと俺らの声聞いてくれてんねんなっていうのはめっちゃ思った。まあその今回立ち上げさせてもらうジムの場所をみんなで挑戦できる場にして、仲間たちと一緒に上を目指していきたいなっていう、そういう場所にしたいと思ってます。今回このクラウドファンディングを身近な人に相談させてもらったら、ウリタさん、バン中村さん、ノッコン寺田さん、チョン君で、あとコメオの5人が、今回のクラファンを3度協力、そう、協力してくれる形になって、リターンとかもあります。そう、その5名の方がリターンを、例えばサインとか、そう、そういうのを協力してくれて本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあでもこれって結構みんなにとってもウィンウィンな関係だと思ってて、うん、俺もすごい感じて、うん、あ、そう、まあ、自身もあ、まあ、感じるな、それ、はい、結構ガチ勢なのに、うん、まあ確かに、まあ、ガチ勢な方ではあると思う、ね、どっちかっていうと、うん、そう、でもそれでもやっぱりバカにされたりするんで、うん、本物のプロの人たちとかも来てくれるわけじゃないですか、うん、レスリングの選手とかプロボクサーの人とか、うん、そういう人たちとブレイキングダウンの選手たちも、そう、だから俺がやりたいのは俺の環境とそういう環境を混ぜてすごいのを生み出したい、わかる、うん、だから俺はスパーリングパートナー、例えばトップアマのボクサーとか、はい、まあ、レスリングとかはまだやってないけど、まあ、これから始めていくのやと思って、多分おそらく本当にトップのレベルの人を招集して一緒にやれると思うよ、うん、でそういう環境にやっぱ一緒になってやれば絶対みんな強くなるし、でチームももっと強くなるし、で俺自身ももっと強くなるし、そうですね、なんか面白い企画とかもできそうですしね。そうだからエンターテインメント性がもっと出てくるんじゃないかなって、うん、うん、なんかブレイキングダウンとかってまあ選手結構バカにされたりとかさ、まあ、さっきも言ったけどさ、するやんか。でもそれを例えばそういう影響力を持ちたいプロの選手とかも絶対おんねんな。だからそういうのを俺効率的に場にしたいんじゃないって思うわけ。なんかプロがブレイキングダウンに出るのもありかなしかみたいな話あったやんか、はい、で俺はありって言ってなしと思われながらでもありと思ったから出たがわないけど、やっぱりそれによる恩恵とかってめっちゃあったから、うーん、やっぱだからそういうのでまあ、プロかアマチュアかわからんけど、もっと交流の機会を持って格闘技全体がもっと盛り上がればいいんじゃないっていう意味も俺の中では結構でかく思ってるかなっていう。めっちゃいいっすね。確かにジムとか結構広いんですか？ジム結構広い、すごいマジで正直めちゃくちゃいいところにジムを作る。で環境とかにもマジで妥協したくなくて、もうちゃんとケージを入れて、でサンドバッグ もずらっとちゃんと並べて、器具とかも、うん、だから本当にそこにおればもう強くなる、絶対に強くなれる環境、うん、トレーナーとかもそう、もちろん、うん、でそういうのも作りたいと思ってます。おー、あと今回ちょっとクラウドファンディングに、まあ、だからクラウドファンディングって普通はファンの人が応援してる人を応援するっていうのがクラファンの普通の形、うん、スタンダードの形なんやけど、まあ、今回ちょっと、まあ、俺らって結構アンチも俺ら2人お二人と思うけど、批判的な意見、うん、まあ俗に言うアンチっていう、はい、人たちも多くて、でそういう人たちへのプランも用意します。これを購入していただけたら2分間話聞きます。2分間話しちゃうんですか？話聞きます。そうですね、電話遅れた対応はジョリーになります。物申したやつがもう日本にもう山ほどおると思うから今そうですね、物申し返すっすけどそれとは逆で、例えばジョリーとか、まあ、俺とかの一日を、まあ、テレビ君もそうやけど、まあ、一日をプレゼントするような、まあ、そういったプランも用意してます、うん、まあでもやっぱり俺はこれをほんまに強く願ってるから、うん、やっぱりみんなと作り上げたいなと思ってます、うん、皆さん本当によろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はこんな感じでちょっといつもとは違うお願いをするような形の動画になりましたけど、ぜひご支援をしていただけたら嬉しく思います。じゃあ今日の動画終わります。ありがとうございました。明日集まった支援金が20万円ぐらいやったらどうします？そっとプロジェクト閉じる。そっと動画表示にしてる。視聴からなんかそういうメッセージが来たら、え、そうありましたっけ？あ、それとも乗っ取られてますね。感じの見せ方する。なるほど。